皆さんこんにちは。今回は、新規の方向けに原石の入手方法をすべて紹介する動画です。実は意外とたくさんあります。確認していきましょう。それでは、簡単なものから紹介していきます。まずは、任務関連です。世界任務、魔人任務、伝説任務、デート。一部の世界任務ではもらえませんが、原石を集めたい人は、やっておくようにしましょう。デートは長いせいでだいぶめんどくさいですが、伝説任務は、意外と新しいお気に入りキャラを見つけるのに役立ちますよ。続いて、デイリー任務ですね。毎日発生するやつですね。こちら、デイリー任務と言われている通り、毎日朝5時に更新されます。特に新規の方は、原石以上に冒険ランクの経験値が、大事になると思うので、忘れずに毎日消化しましょう。続いて宝箱です。モンドやリーゆえの一部の宝箱は原石を出してくれませんが、宝箱からは原石を獲得することが可能です。ただ、費用対効果としては若干微妙なところもあるので、宝箱から出てくる育成素材集めも兼任でやることをお勧めします。次は冒険の証です。こちらは、原石だけでなく育成素材、冒険ランク経験値ももらえます。3.5 においては、魔人任務クリアで1個につき1個限定ガチャ石が、配布されるようになりましたね。初心者の方はとりあえず、見聞の進捗を進めていくのが良いでしょう。少し長めのチュートリアルみたいなもんなので、おすすめです。次は壺のランクですね。チリウタ壺では、初めて調度品を作るとき初回は経験値がもらえます。ランクは最大で10まであり、1個上がるたびに60原石がもらえます。壺では、樹脂アイテムや育成素材も手に入るようににあるので、初心者ほど最優先で触るのが良いかと思います。ちなみに魔人任務第1章第3幕を完了後、壺解放任務が出るはずです。進行は、壺版、冒険の証、宝冠を見ながら進めるのが良いと思います。壺の最高度を転戦力を稼ぎたい人は、宝冠でレシピもらえる狛犬を作ることをお勧めします。お次も、壺関連。壺の丸や稲妻の珍奇な宝箱から、キャラクターのギフトセットの調度品セットレシピが手に入ります。対応するキャラクターに対応する調度品セットを配置して、設置してから話しかけると1個につき20原石もらえます。1キャラあたり2個のお気に入りの調度品セットがあり、一人のキャラから最大で40原石とモラと育成素材がもらえます。次は比較的新しい七星召喚です。七星召喚も壺と同じでランクがあり、NPC や周更新のゲスト挑戦をクリアしていくと、初回クリアの時のみ経験値がもらえます。こちらも1ランクにつき60原石で、最大10ランクなので、最大で600原石もらえますね。七星召喚は時間のかかるコンテンツですが、今みたいな比較的暇な時期に進めると良いでしょう。次は、チュートリアルですね。チュートリアルは実は1個確認するたびに1原石もらえます。ですので、新しいエリアで新しいギミックとか見たとき、チュートリアルを確認すれば超微量ではありますが原石がもらえます。続いて似たようなことですが、PC に連携をして、PC でログインすると1原石もらえます。はい、マウス操作のチュートリアルが表示されるので、PC 以外から PC でログインすると1原石もらえます。微妙すぎの微妙ではありますが、一応触れました。次は、アチーブメントです。大体、アチーブメントって称号だったり自己満な要素が多いですが、原神は、アチーブメント獲得で原石がもらえます。初期の頃とか意外と、スルーしがちな項目なので、アチーブメントが溜まっている人は確認するようにしましょう。長期間見ていない人だとめっちゃ溜まっているかもしれません。続いて、イベントですね。原神の定期的に開催されるイベント。参加すれば原石がもらえます。どの程度の進捗でも、参加さえできれば、原石報酬ラインは超簡単に設定されているので、戦闘系イベントでも臆せず参加していきましょう。次はアイテムコードです。原神は、アップデート後に1個60原石のもの。アップデート告知公式配信で、原石300個分のコード。たまーにウェブイベントでコード。
あたりを配布しているので、期間を逃さないように入力しましょう。続いて、外部提携コードですね。海外の著名企業と原神がコラボして記念コードを配布していたり、安定的に、継続的な原石配布は Twitch キャンペーンかな。原神と Twitch を連携して、継続して対象の原神配信を継続してみると、原石を入手できます。Twitch のやつは時間がかかりますが、毎バージョンしてるのはそれくらいかな。一応アマプラ会員向けの原石配布も今しておりますね。お次はログインボーナスですね。ホイオラブと連携して、ホイオラブアプリやウェブサイトで原石というか、ログインボーナスがもらえるようになります。こちらは、ゲーム内からは受け取れません。外部連携というか、同じ企業の管轄内なので別枠にしました。また、たまーに特別ログインボーナスで、ログインボーナスが期間限定で豪華になったりするので、原神始めたのに受け取っていない人は、ホイオラブアプリやホイオラブのウェブサイトを毎日見るようにしましょう。最低でも毎月の60原石分だけでも受け取るといいと思います。続いて、アンケートですね。原神は登録してから一度だけ、原石がもらえるアンケートに回答ができます。もしかしたらメールからの方もいるかもしれませんが、お知らせから該当のアンケートに回答ができます。一人一回までなので、まだの方は絶対忘れないようにしましょう。続いて、星5キャラのシェアですね。ガチャで星5を出したとき、スマホ?なら、一回きり、シェアすると原石がもらえます。自分はプレステからでしかガチャを引かないので、細かい条件が違っていたらすみません。そして、ここから課金やらガチャ石について。まず、月に1回更新されるトイモンショップ。工場石5個、限定石5個をスターダストで購入可能です。スターダストはガチャで星3を出した時に15個もらえて、これを貯めておくと、月に1回までガチャ石と交換できます。必ずやりましょう。続いて、定番の祝福です。費用対効果が最も高いものが祝福。毎月約650円、プラットフォームでちらほら値段が違いますが、購入すれば最初に300原石もらえて、あとは、30日間原石90個ゲームログイン時にもらえます。原石を貯めたい人は、一番お得かと思います。最後、気候です。気候は別ゲームでいうバトルパスですね。課金ゾーンと無課金ゾーンの2個があり、課金すれば、無課金ゾーンに加えて課金ゾーンのアイテムももらえます。課金すれば、大量のアイテムと一緒にガチャ石4個と原石680個分最大でもらえますね。祝福と気候に課金することが多分、一番原神をコスパよく楽しめると思います。武器ガチャ霊界なら、1バージョン星51人換算での最低でも 6.7 割は無凸で年間確保できるのではないでしょうか。まあ、個人差ありますけどね。ということで今回は、原石がもらえる方法について動画にしました。もし、知らないものがあった方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。